はい、あれから買ってから約1年経ったセピアクルーです。買って以来一度も弦は変えてません。3弦だけ切れちゃったので、原因がちょっと細いんですけど変えてあります。それ以外はサビサビのままです。サビだらけです。買った時からサビだらけでした。アップにはできないのか。W130 読めますかね。 W130N と書いてあります。 W130N、 私から言わせると、フレットの幅は細めだと思います。焦点合わないかな。これはね、一応ね、デジカメで撮ってんですよ、今。デジカメで撮ってます。音は後でね、ちょっとまたお披露しようと思います。で、何がすごいかっていうとね、エッジの処理なんですよね。フレットのエッジの処理、わかるかな。こんな1万円かそこらのね、ギターでね、こんなにね、ちょっと焦点が合わないな。要するにね、雑じゃないってことです。めちゃめちゃ丁寧にもしてあるわけじゃないですが、こう1万円かそこらでこれだけの処理してくれてれば、御の字じゃないでしょうかね。うまく取れないです。焦点が合いません。難しいもんですね、デジカメで撮るっていうのも。あ、ごめんなさい。全体的にはこんな感じですね。で、裏面もこんな感じで、このね、ペグがね、糸巻きって言っちゃいますけど、ペグの精度がいいんですよ。もう信じられない。1万円でこれだけの精度。これ、五等星なのかな、どこなんだろうな。ちゃんとメイドインチャイナと、見えますか、メイドインチャイナ。焦点が合わねえな。メイドインチャイナ。中国製でこれだけのものを作ってくれるとね、ここに合格はないっていうのがありますけど、わかりますか？合格。合格。焦点が合いませんね。合格ってあるんですけど、後で別の動画でムービーで撮りたいと思います。ではでは。